です。まあそうですね、野菜生産物、今回ご説明を、はい、持ってこさせていただきました。もう1年ぐらい前ですかね、まだ境町でやってた時にお芋をふかして持ってきたんですけども、それが好評で、その後また持ってきたいとずっと思ってたんですけども、引っ越して新しい農場を始めたり、いろいろ忙しくてなかなか持ってこなかったんですけども、今回その新米、今大島さんが紹介してくださったんですけど、新米が取れました。コシヒカリ 100% の、無農薬、農薬殺虫殺菌剤除草剤を使っていないお米です。はい、まあ、ちょっと泣きながら草を取った時もありました。お願いいたします。で、こちら、名前忘れちゃったんですけど、背の高い人が持っていただいてるんですけど、こちらのゆで落花生とさつまいもです。でゆで落花生は大まされという千葉県の奨励品種で、最近開発された大粒のもので、甘みがあって食べ応えがある。こちらはやはり千葉県、まあ、特産だと思うんですけど、ベニアズマという品種、東北で、まあ、黄色が濃くてしっとり甘みが強いという特徴があります。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回、まあ、電車に乗ってきたんですけども、すいません、本当に名前忘れちゃって、さっきグッサンって言ってたから、まあ、グーのつく人なんだろうな。中も中もグラマンとかでいいですグリーングリーンとかまあ、いろんなものを少しずつ作ってるんですよ。でも農薬で、で大島さんとはその生き物ブログで知り合って、ここのグループ、まあ、グループというか朗読会を知って、私も参加させていただくようになったんですけども、私も生き物が好き でその、まあ、生き物を育むのが田んぼであり畑であるというところから、まあ、生き物と仲良く、で生き物がどんどん増えていくような田んぼ畑にしたいと夢を見ながらやっております。どうぞよろしくお願いいたします。今回初めてラップを私生で聞かせていただきまして、たまにこのラジオとかテレビとかで、あ、ラップって言うんだっていうぐらいの感覚だったんですけど、最後の I'm talking about me、 私は、そしてあんたはあんたの話を聞かせてくれよって、僕はそれグンと来て、あ、いいなって、いつも僕はそうやって思ってる。やっぱり自分が思ってることをそうやって言葉に置き換えてくれると嬉しいなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は詩を読まさせていただきます。11月、いけない、その腹の大きな剥がれ色のカマキリはお前の遊び相手ではないのだよ。大きな腹を上にして鎌をかざして硬くなっているそのカマキリは、短い一生の総仕上げを今成し遂げんとしているのだから、いけないよ。その大仕事を戯れに奪ってしまうなんてことは、林家の庭先では年に何度も小さな子猫が綿くずのように絡み合って転がっていたりする。愛らしくも痛ましく、どれもなぜか固めでいつも鼻水を流している。ついこの間もやっぱり固めで鼻水を垂らしてくしゃみばかりする小揚げの痩せっぽちがいた。初めて私を見た時にそいつは小さな牙を見せてシャーと恐ろしげに泣いたっけ。次の日には痩せっぽちの濡れた体を私の足にすり寄せてミーと小さく泣いたっけ。もう随分と見かけない。どこへ行ったのか。私はその問いに蓋をして腹の底を深く固めて沈めてしまう。最後、お知らせなんですけども、
私が4月に桜に引っ越して、まあ、小さい桜小さい農園という名前で農業を始めまして、で、まあ、収穫感謝祭ということをちょっとやってみたいなと。で11月6日日曜日に、まあ、私の農園で、やりますので、皆さんぜひよろしければお時間都合つけばお越しください。そのなんていうんですか、お知らせの紙用意してきたんですけど、カバンの中に入ってなかったんですよね。失礼いたします。でもしあの興味がある方は私に言ってくださるなり、小さい田んぼというブログをやっているので、そこからまたアクセスしていただければ、また私に直接言っていただければ、あのメールとか連絡先にお連絡します。でそのイベント収穫祭の中でここ真似させていただいて、オープンマイクの時間を取らせていただいて、1分間100円で、そのお金を、私んち古民家があるんですけども、手入れればすごい使い勝手がある、まあ、オープンスペースとか、まあ、共有、皆さん共有して自由に使っていただきたいというふうに思っているんですけども、その再生資金として使わせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。